ギリシャの踊りは非常に古くからの伝統の一部であり、プラトン、アリストテレス、プルタルコス、ルキアノスといった西ニシエの著作家たちも言及している。ギリシャ本土とそれを取り巻くすべての島々において踊りについての様々な様式や解釈がある。また、各地域ごとで自らの方法で編み出した振り付けとスタイルを形作っている。例えば、 島々の踊りには美しく流れるような動きだが、一方で、国会近辺のポントス人の踊りは非常にキレがある。ギリシャ地域全体には1万以上の伝統舞踊があるとされている。その中には、ギリシャ人の世界に取り入れられてきた、反ギリシャ的な踊りも含まれる。そういった踊りとして、シルトス、カラマティアノス、ピリッキオス、ハサピコ、シルタキがある。 伝統的なギリシャの踊りには重要な社会的機能が含まれる。イースターやブドウの収穫、聖者の祭りといった一年間の節目や結婚式のように個人や家族の人生における節目において踊りによって共同体の人々が集まる。その中では例えば年齢の順といった形で伝統的に踊り手の順序が厳密に決まっていることがほとんどである。訪問者が 祝いの踊りに加わる際には、村人たちの威信を体現している踊り手の配置について、それを妨げないように注意を払うべきである。ギリシャの踊りは、離散したギリシャ人コミュニティや、世界中の民族舞踊グループでも踊られている。パーンとマイナスが踊っている図柄。古代ギリシャの赤像式オルペ、アプリアで出土。紀元前320、310年頃のもの。 ターンの右手がスナップをしている位置にある。踊る女性たち。古代イギリシャのブロンズ像。西暦紀元前8世紀頃、アーキアロジクルミュージアム・オブ・オリンピア、英ゲ海諸島では、早いテンポで、軽快に、飛び跳ねるように踊る。単に列をなして踊るよりも、カップルで踊ることが多い。パトモス島の踊りクレタ島の踊りクレタ島の踊りは、軽快で跳ねるようで、非常に激しい。 ギリシャの中でも、イッピロスの踊りはとてもゆったりとして重々しい。踊るには相当な平行感覚が必要である。ペロポネソス半島の踊りは、とても単純で重々しく、列の主導者による即興の動作を伴う。マケドニアの踊りは、変化に富んでいる。ほとんどはしっかりとした、重いステップを踏むが、一方で高速で機敏なものもある。ほとんどのダンスは最初はゆっくりで、 徐々にスピードが上がっていく。マケドニア西部マケドニア東部ギリシャ北東部の地域、テッサリアの踊りの様式はイピロスの踊りに近い。外して重々しいが、いくつかの踊りは貧章である。踊りのリーダーはペロポネソス地域の踊りのように即興の動きをする。トラキアの踊りは外してスキップ気味で軽快である。多くのトラキアの踊りでは、 踊りの列の先頭は男性しか許されていない。ハーニス・エイソニーデスやカリオフィリーズ・ドイトシデスといった演奏家や歌い手たちがトラキアの音楽の息吹をもたらした。北トラキアの踊りは早くアップビートでトラキア人の踊りのスタイルに似ている。カバクリーとネオ・マナリーの踊りにはとても人気がある。国会沿岸から移住してきたポントス人の踊りは ほとんどが戦場に向かう前の兵士が戦意を盛り上げるために踊られていた。トルコ人たちがケメンチェとも呼ぶディラを伴奏に踊られる。ポントスの踊りに歴史的な背景についてはホロンを参照のこと。エルトライカッパドキアカッパドキアの踊りにはカーアーモンナイズに起源を持つカッパドキアの方言の歌を伴う。踊りは社会的なものから儀式的なものに変化している。 シナソスシナソスの歌と踊り、男性の舞踊女性の舞踊、ありがとうございます。